マサダは第一次ユダヤ戦争の遺跡でイスラエル東部、四海西岸近くにある城市。マサダとはヘブライ語で要塞を意味する。紀元前120年頃、四海のほとりの砂漠にそびえる切り立った岩山の上に建設され、後にヘロデ大王が利休として改修した。山頂へはヘビの道と呼ばれる細い登山道が一本あるのみ、周囲は切り立った崖で難高不落と言われた。 66年、ローマ帝国に対して、ユダヤ人が決起しユダヤ戦争が勃発した。70年、ティトスの指揮するローマ軍団によって、ユダヤ側の本拠地であったエルサレムが陥落。エルアザルベン・ヤイルに率いられた、熱心党員を中心としたユダヤ人、集団967人が包囲を逃れ、マサダに立てこもった。牢城側は、兵士のみではなく、女性や子供も含まれていた。 一万五千のローマ軍団が周囲を包囲したが、さすがのローマ軍も攻撃を寄せ付けない、マサダの瞬厳な地形に攻めあぐねる。やがて、ローマ軍はユダヤの捕虜と奴隷を大量動員して土を運び、山の西側の崖をそっくり埋めて突入口の建設を開始する。ユダヤ側は執拗に防戦したが、二年がかりで山腹は着実に埋められ、やがて陥落は目前となった。 敗北が確実となったある日、指導者たちは集まって今後の方針を協議した。抵抗を続ければ全員が殺され、降伏すれば全員が奴隷となるのが当時の習慣であった。73年5月2日、ローマ軍部隊は完成した。侵入路を通り城内に突入する。ローマ兵は死に物狂いの抵抗を予想していたが、意外にも防戦する者は一人もいなかった。 奴隷となるよりしおと、突入の前夜に牢場をユダヤ人は、全員が、集団自決していたのであった。ユダヤ戦記は穴に隠れていた二人の女と五人の子供だけが生き延びたと伝える。マサダ陥落によって、ユダヤ戦争は終結した。陥落後のマサダは、ローマ軍により徹底破壊され、長い間その所在がわからなくなっていたが、1838年に、 ドイツ人口古学者によって所在が確認された。マサダは現代ユダヤ人にとり、民族の聖地となっている。イスラエル国防軍商工団の入隊戦成式は、マサダで行われ、士官学校卒業生は、山頂で、マサダは二度と陥落せずと昭和し、民族滅亡の悲劇を再び繰り返さないことを誓う。ヨセフスの問題とは、集団自決する、ある人数の者が、円形に並び、 数えて、X 番目の者が仲間に殺してもらい、最後の一人は自殺する。最後の一人になるには何番目に並べばよいかという問題。ヨセフスとはユダヤ戦争時の指揮官で、当時は実際に似た方法が取られ、兵士はまず自分の妻子を殺してから一箇所に集まり、仲間を殺す役をくじ引きで選んだという遺跡からは、そのために使われたと言われる名前を書いたくじが出土している。 2001年にユネスコの世界遺産に登録された。現在では観光地となっており、麓からのロープウェイが整備されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。要塞跡へはロープウェイのマサダ作土を利用する。所要時間は約3分である。スタッフキャストハットマサダ、ユネスコ。 ライセンス CC by SA 以、e、後3.0 2020年1月9日閲覧ありがとうございます。